こんにちは、タムです。今回はアイクモの自分のガチパ編成を紹介していきたいなと思います。初手は上に上がっていく感じで弾いて、透明パネルを触れ、剣パネルを触れて、左上の透明パネルを触れて、まあできるだけ反射に火力を出してあげます。はい。でその次に正宗のターンでマナの友情コンボを出してあげます。これで削り切ります。はい。で正宗とマナのね、幻想を見ていただくと分かると思うんですけども、なんで正宗に平面照明つけてないんだよ、でマナになんで怪奇つけてないんだよってなるかもしれませんけども、これは僕のミスですね。はい。ずっと正宗に平面照明つけて、マナに怪奇をつけてる源泉でやってると自分の中で勘違いしながらずっとやってましたね。でこのステージはマナと正宗の友情コンボで勝ち輪を削ってあげます。別にここは蘇生とかしてこないんで、友情コンボで削るってのもいいですね。で正宗の友情コンボを触れつつ、下か上の雑魚にね挟まってあげると、リングがねこういう感じに縦になって、そう削り切ってくれることが多いんですよね。なのでこういうやり方結構ありですね。で残りの勝ち輪はまあこれも友情で倒してあげます。はい、 OK、 めっちゃ強いですね。はい。結構ねここ友情コンボとかで削れるんで、結構正宗が強力です。はい。でここのターンは透明パネルを1回触れて、マナの友情コンボを出して右の雑魚を倒しに行きます。そうすると次蘇生してくるのは透明化された状態の雑魚が出てくるんで、はい、こういう感じに状況を合わせることができます。はい。こっからマナの友情コンボで火力を出して倒しに来てあげます。はい、強いですね。ただこれは4体に紋章がついてるから雑魚処理できるのであって、あの4体に紋章をつけていないと多分ね雑魚処理は厳しいかなと思っています。でクロスドクロの雑魚を倒すとボスが移動してきて、ボスが防御ダウンしてくれます。はい、はい、まあ挟まんなくても友情コンボで倒しきってしまいますね。これは非常に強いです。でここから剣パネルに触れて、透明パネルも触れて、ボスと反射員の間、あとはボスと呼吸と水に出てくるこのクリスタルみたいなとこの間に挟まって火力を出してあげます。で結構ね友情コンボが入っていますね。で正宗の調教バウンドヒールが非常に強力で、結構ねこう被弾に痛いんですよね。だから結構この正宗のバウンドヒールは偉いなと思っています。でこういう感じに挟まってあげたいんですけども、剣パネルに触れることができませんでしたね。はい。これはちょっと自分のミスです。まあここねちょっとぐだるとねちょっと時間かかってしまうのはちょっとめんどくさいところだなと思っています。で、はい、挟まんなくてもね結構火力出ますね。まあね怪奇の実をねもっと持っていたらね、もっとね火力出せたんですけども、ちょっとね編成をね間違えてしまって、ちょっとあれですね。はい、はい、で結構火力が出ましたよと。ステージ5のゾンビのセットは、透明化されているゾンビが次のターンに蘇生してくるので、とりあえず正宗のターンはこういう感じに一つだけパネルを触れて、友情コンボを火力を出してゾンビの処理をするのが一番いいかなって僕は思っています。で最初に実体化されていたゾンビは2ターン目から蘇生してきます。はい。でこっからしっかりと剣パネルとか友情コンボを駆使して処理していきます。はい。で残ったとこは友情コンボで削れますね。はい、非常に強力です。さあボス戦、ボス戦は配置が悪かったら初手でマナの SS 打っちゃって OK です。で正宗スタートだったらもう迷わず SS を打ってあげてください。でマナのターンだったんで、ここは友情コンボを出すだけで火力を出してあげます。友情コンボだけでカツリンはもう9割ぐらい削れましたね。でまあもうマナのターンでしっかり友情コンボを出してあげて火力を伸ばしてあげます。はい、しっかり
使った雑魚処理ができました。で、マサムの SS はここで打っても別にもん、あんまりあれなんで打たないでおきます。で、もしもここの削りが難しいんだったら別に SS 打っちゃってもいいかなって僕は思っています。ちなみに僕は打っています。けども、なんかあんまりちゃんと挟まらずに変な感じになってしまって火力が出ませんでしたね。はい、これはちょっと僕が下手くそすぎました。はい、まあちょっとね、ステージ1がちょっとぐだってしまいましたね。まあちょっとね、ここちょっと下手くそすぎたね、なのでちょっとこう早送りします。はい、まあそこまでなんかここはねそんなに難しくはないところだけど、まあ剣パネル1個でも結構火力出ます。はい、で友情コンボが出ますね。非常に強力です。で、ステージ2、じゃあボス2の雑魚はとりあえずマナの SS を打っちゃっても OK かなと思っています。ここの雑魚処理ね結構ぐだるとめんどくさいんで、まあ僕的には打ってもいいかなと思っています。はい、まあちょっと打つの迷ったんですけども打ちましたね。はい、でね、ここの雑魚処理が終わるとボスに弱点が出てきます。なのでまあここでね虎杖の SS を打ってあげるとワンパンとかできます。はい、ですがここまで来るとね結構めんどくさかったり PS がね結構必要なんで自分はやらないですね。はい、脳死で この編成だったらね脳死で周回できるんで、右下にある透明パネルを利用して火力を伸ばしていきます。はい、まあ怪奇はねいっぱい持っていたらね今の倒しきって いそうかなと思っています。でここでもね結構友情コンボ伸びますね。まあそれぐらい結構マナの友情コンボは強力です。はい、結構友情が出ましたね。ラスゲの初手は透明パネルを1個触れて右の雑魚を実体化させて右の雑魚だけ倒すっていうのをやりたかったんですけども、マナのスピードが速すぎてもうちょっと薄く弾いたが良かったなと思っています。はい、これはちょっと僕のミスですね。偶数踏みしてしまってちょっと左だけを倒してしまうというミスをしてしまいました。で、まあここからどうしようかなと思ったんだけど、とりあえず斜めに弾いて、はい、勝ち人の処理はできましたよと。で、マサムネの SS を打とうかなって迷ったんだけど、まあちょっと打ちませんでしたね。まあこのターンでパネルを1個だけ触れて右の雑魚だけを倒しに行こうとしたんですけども、まあ友情コンボで足りるかなと思ったんですよね。まあちょっと足りませんでした。はい、なので単品のマナのターンで SS を打ちながら、はい、まあこれでザコンセットを倒し切りましたね。でボスが防御ダウンしつつ移動してくるんで、ここからもうマナで挟まって削ってあげるだけです。まあ剣パネルをいっぱい触れて上に挟まるか、まあ黒竜突に出てきたクリスタルとボスの間に挟まるかのどっちかですね。まあこれは配置が良かったんで、はい、まあ下に挟まって火力を伸ばしましたね。はい、で友情コンボで、はい、全て削り切ってしまいました。はい、まあとりあえず自分はこの編成がおすすめかなと思っています。うん、マサムネがね想像以上に良かったんで、まあ脳死で安定性を求めるならば結構この編成いいかなと思いました。友情コンボも非常に強力なんで結構良かったです。それでは動画終わります。バイバイ。